彩り緑ナルガチャナギにいよいよエレーメに会わされる話。彩り緑ナルガチャナギにいよいよエレーメに会わされる話。あ、皆さんお久しぶりです。彩り緑のシロニャです。早速ですけど大変なんです。ナルちゃんとナギちゃんがもうこんなバチキバチで、あー、このままではただでは。あー、いよいよ迎えた第2戦最終ターン。ここまではナルちゃんが圧倒的に優勢ですが、勝負はいかに。私のターン、ドロー。私はアーリンパイセンをコンボ表示でプレイだ。またコアは400点。さらにチャンナギの次のターン、クローバーカードは全てミス表示となる。さあ何か手はあるかな。私のターン、ドローン。ナズナ先輩をミス表示でプレイ。スコアは0点。最終ターンを終えて私の合計スコアは250点。私のスコアは合計960点。圧勝、圧勝だ。達成バンド。なるほど、よくできてるね。どうだ、これこそが私のチャンナギ完全メカデッキ。ナギちゃん一勝一敗、追いつかれてしまいました。何か策はありますか。うん、大丈夫だね。強がる姿も可愛いね。だがその顔もすぐに絶望の色に染まる。そんな恐れずに呼ばれたナギちゃん、勝敗は次のラウンドに。3戦目もナルちゃんのペースです。ナギちゃん、私の最終ターン、ドロー。私はセリナをコンボ表示でプレイ。またスコア300点に加え、チャンナギの次のターン、またミス表示だ。私のスコア990点。チャンナギのスコアは、気の毒に0点か。これで見つかる。私のターン、何勘違いしてるの。私のターンはまだこれからだよ。なんだって、何を考えている。私のターン、ドロー。私は無敵猫をミス表示でプレイ。スコア50点に加え、何そのカード、無敵猫スキル。自分の場のクローバーが6枚以上ミスで発動。自分以外のプレイヤーのコンボを全てチェインにする。おい待って、これ、ドロー。300点が600点に。さらにスキル発動、自分以外のコンボを全てチェインに。グッホー、行けばわかるよ。